さて宮崎は今日は曇り空、お天気は下り坂ということを聞いていますが、午後から雨が降ってくるかもしれません。今日の練習試合、ホークス対マリーンズは試合開始は12時30分ということになります。さあ僕も今日が宮崎は最終日です。今日はこのアイビースタジアムの放送席、毎年ここで僕も、この時期中継を担当するんですが、こんな感じの放送席ですね。ネット裏の一番上、最上段にあります。後ろには今年のホークスのキャッチフレーズの、ロゴが並んでおりまして、はい、僕の座るところはここが放送席になります。横に今日は松中さんで僕、スコアラーの方がいてフロアディレクターがいるということになりますね。さあ今日のゲーム12時30分プレーボールでホークス先発が、今日は武田翔太、一方のマリーンズの方はルーキーの鈴木翔太がマウンドに上がるということを聞いています。ホークスは今日その他大竹投手も投げたり、大関が投げますね、奥村、森といったピッチャーも投げることになっています。1月31日に入った宮崎、今日が2月の25日、いよいよ最終日、頑張ってお仕事します。今日もよろしくお願いします。アイビースタジアムの放送席からお伝えしました。